はじめましての方は、はじめまして。そうでない方は、こんにちは、こたつです。ファクトリーをやっていきたいと思います。今回はですね、こちらに前回作ったオイル用の列車のための燃料となる核燃料を作ろうかなと思います。まだちょっとここ繋がってないんだけども、まず燃料をね、先に作ろうかなと思って、こちらのウラン加工所の前に来ております。で、ここに、まあこんな感じで、で、あ、これじゃねえや。なんだっけ。あとこれいらねえや。てか、これいらねえや。ロケットね、ロケットサイルいらん。で、ブエー。オッケー。で、何やったっけ？攪拌じゃない、なんだっけ？この、遠心分離器だよね。遠心分離器、ない。よし、これで、できた。できたから、これを、ちょっと、これを、遠心分離器を、ここに置いて、これで、これ作ると。で、要求に、燃料。ロケット燃料。何個ぐらい？ 100 個。しといて、で、たくさん掴むように、こうして、あ、もうちょい行くか、上か。で、これで、多分、フィルターじゃなくても、これで持ってくれるはずなんで。あれ？あ、そっか、もう下、もう一個下じゃないかな、なんか。あ、結構時間かかる感じだね。いや、結構時間かかる感じだね、あなたたちね、あの人ね。どうしよっかな。どうしよっかな。ちょっと、ごめん、ごめんね。ちょっと時間か、もう一個作ろう。あと、赤いやつが欲しい、赤いやつを持ってきて。ここに作って、要求で、ロケット入れといて、で、100にしといて。で、こうして。これも出す方もこれでいくか。で、して、こうして。で、もう一個できたら、置いて。結構。で、電気を流す。怖いか。んで、どうしようかな。レベル3。持ってきて刺そうかな。そうだ、何個も作ったらあかんのんで、とりあえずこんだけで、ちょっとレベル3を確かこの下あたりで、どうだったっけ、どこで作ったっけ、あ、この下だ、右下だ、あれ違う、どこだっけ、こっちだ、あれ俺どこで作ったっけ、あ、あったあった、これ。ここや。ここでレベル3をじゃあもらっとこう。んで、これを、ぶっ刺す。で、ついでに、これも、作ろっかな。ちょっと
早くしてやりたいんでね。で、どうせいただこう。すげえ時間かかるな。で、そうやな、このこっちもいっぱいなんだよな今な。これがなくならんことにはこっちができないから、やっぱあれした方がいいのかな。この何やったっけ、このね、これとこれを使ってまた作り変えるってやつね。どっかでしてやろうかな。じゃあここにまたレベル3を刺す。で、もういっぱい作ったろうか。えいよ、これで200。遅いな、 200% でもこんな遅えの。うせやん。 200% でもこのスピード、マジ。これで、これまだちょっと電気か、電気。これで250%。 やべえな、消費電力、最大消費電力、1.58 メガワットプラス 350%?トータルじゃねえな、これな。え、ってことは何ぼ？何ぼこれ？何ぼ言ってんの？77.7 メガ。あはは。まあ、まだ大丈夫か。とりあえず、ここで持っていくからすぐなくなるな。とりあえずいいか。で、そうそう、線路は終わったんで線路返しとこう。線路早くしないと、あのプラスチックはもうないんだよね。でとりあえず入れといて、いらないときは入れといて。で、さあ、じゃあ、あのパイプをつなげるようにしとこうかな。パイプをね、パイプどう通ろうかな。パイプをまずから上行って、でここ通って、でこん中に入れて、や、違うな、どこだっけ。一番メインは、メインの場所ここか。メインここだな。ってことは、あー、ここ通らなきゃいけないか。あ、ここが一番少ねえぞ。あ、でもここなんか使いたいからな、あんまここ通りたくねえな。ってなると、ここかな。ここ通れるかな、通れるか。お、あとあかん、ここは。こっちか。もう一個行けた。お、あかん、ここあかん、ここあかん。どうしようかな。で、もう一個下行くか。お、あ、いける。で、から下行くか。で、2本通さなきゃいけないんだよな。あ、あか
かんわ、ここしたら下に曲げるのが難しいんだ。どうしよっかな、トンネル通るか。よっ、 OK。 で、もう一本、もう一本を下を通るようにしてですよね。そうなるよね。なのでこっからこうして、ここまでとりあえず持ってこよう。よし、じゃあこれで。おお、今繋がってる？で、ああちょっとだけ動かなあかんのか。で、今度こっちを。こっちからしてこうかな。で、でこっから今度逆にこっちにつなげないと。もうちょいいるな。どうしようかな、こっちにつなげようかな。あ、でここもちょっとこうするようにしよう。でこれもこっちにして、でなんかいつの間にか入れ替わったぞ入れ替わったぞ。これでつながったかな。 OK。 ちょっと最終確認は通ってから確認しよう、ね、はい。じゃあこれで燃料も積んだし、いいね。じゃあ初めての走行を乗ってやってみましょう。じゃあまずあっちをちょっと先にスタートさせておこうかな。こっちをね、 OK、 スタートして、じゃあこっちもスタートします。よっしゃ、あ、いや結構早いな。お、早い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 。おー早い、スタート早いな。スタートだし、あ、危ない危ない、ちょっと待って待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 て、あれなんで止まらんかった？あ、そうだよ、止まらんかったじゃねえよ。もうだよ、すれ違う場所作ってねえよ俺。どう、事故事故事故、あかんあかんあかん、事故ですよ、ちょっと。大事故ですよ、あれ。すれ違うとこ作ってねえよ、俺。
あかんあかん、あ、来ない。わお、わおだよマジで。びっくりだよ。もう一回戻ってもらおうかな、さっきのやつたち。戻ってもらって、こっちにまず行ってもらって、あ、そっか、燃料ねえんだ。はぁ、ほんとに。で、この辺でいいかな。こっから。で、で、こっちをどうしようかな、外側回るようにしよっか。で、来る方をここ、んで、こっちに入る方にこうやな。で、出る方こう、こう。 OK、 これでいいはず。ちょっと乗れないけど、ここですれ違うのを見ておこうか。じゃあ自動にして、こっちも自動にして、あ、そうだ、そうだ、燃料入れ替えてやらんと。で、止まるか。 OK、 止まったな。危ない。まあ壊れなくてよかったよ。で、これでね、弾も運ぶんで、この辺のファイターの巣を一掃できるかなーって感じだよね。いいね。いやー、長距離砲弾いいよね。すごい楽。自分で撃つこともできるし、自動もできるし、便利だね。で、この燃料をもらって、あ、もう1個しかない。1個しかねえな。巻き入れたろ。これを、あっちか。と、え？で、OK。これでこっち側通ってくれれば、OK なんやな。やっぱちょっと、じゃあ違うね。スタートの速さが。さあ、どうなる？来るか？来るか？止まったりしてないか？なんか途中で止まりそうな気がするんだよな、燃料。え、止まってる？燃料切れた。すまんの。すまんの、これで足りるでしょ。あ、すっごいこっち入れてる。はいよ。で、どう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 。さあ、内側、右を通るか。右を通るか。で、オッケー。オッケー。あ、通るときに乗れるか。ほっ。絶対この速さから乗ろうとすると腕、ちぎれるよね。よし、次だ。どれぐらいかかるんだろう、1個で。 OK、 運んでるね。お、撃った。ドゥキュン、ドゥーン、ドゥーン。 OK、 あ、もうの、もう、え、もう発射したの？早くね？早くね？
え、もういっぱいになったの？早いな。もう2、3両かけ4両ぐらい行ってもよかったな。早い早い、むっちゃ早いな。いいね、早いね。これで、できました。これちゃんと出てて、お、早い早い、結構早いな。いや、これならあれだね、もう2両ぐらいにしてもよかったかもしんない。うん、ちょっとミスったな。そう、とりあえずできました。これで、あ、そうだ、でね、プラスチック作るところもなんか増やしたいなと思うんだよね。これだとね、後ろまで行かないから、こう8個ぐらいのをもう1個下に作る感じで、なんかぐらいのスペースで作ってやりたいなと思うんで、ちょっとなんかスペース確保しよう。どうやって確保しよっかな。ね、この辺にもう一列っていうのはちょっときついんで、場所この下に移動するかな。移動する分だけならいいんだよね。だってこっから石炭をブエーって持ってくればいいし、ガスもブエーって持ってくればいいし、で、プラスチックできたのを流すときには、こっちからこう、と、こうってするようにするのがいいんだけどね。そうしよっかな。とりあえず今あるのはそのままにしといて、追加で作ろうか。じゃあ次回、この、あ、ちょうど16個作れるやん。ちょうどええやん。もったいないよな、ここ。な。まあまあ、今後何かあるために動いてして持っとこう。はい、じゃあ次回こちらの化学プラント16個を使って、このプラスチック作る場所を増設、まあ、うん、移設しようかなと思います。ちょっとここだとね、拡張もしづらいんで、はい、でそうすればもっとね、プラスチックも大量にできて、この発展基盤。おえー、え。ああ、だよね。やっぱりね、そうやって、あれだよね。いろんなとこ攻撃したら、そりゃ襲ってくるよね。そうなるよね。そうなるよね。そっちまで行くか。いや、ちょっと一気に行きすぎて怖いな。ちょっと裏でタレットがなくなってるところは持ってって直したいと思います。はい、よいしょ、タレットも持っていくようにしとこうかな。うわー、弱いとこ狙うね。ちょっとタレットの数も増やさんだからね。はい、ということで、危険な状況ではございますが、一旦この辺で終わりたいと思います。また次回お会いいたしましょう。じゃあね。